クロノス世界の向こう側へようこそ。いやー、刹那圭介だよ。アルトテウス、ビヨンドクロノス、とうとう発売日が来ました。ただいま、12月4日、午前2時半頃になっております。アルトテウス、ビヨンドクロノス、発売してから、1時間半が経とうとしているとき、刹那圭介、夜中にこうダベりながらこのゲームを起動しております。ようやく来ましたね皆さん。 VR ゲームの歴史に名を残すであろう大ヒット作、どう考えも大ヒット作になるであろうこの作品が発売がやってきましたよ皆さん。どれだけ待ち望んでいたか、どれだけ待ち望んでいたか、 Twitter の方でもちょいちょいねこのゲームの話題に出してますんで、フォローしてくださってる方は分かってると思いますが、このゲームは歴史になります。このゲームは間違いなく歴史になります。そしてこの歴史になるゲームを今から俺はプレイしていきたいと思います。よーし、やるぞ。どんなゲームか説明はゲームしながらやっていくんで、よろしくな、みんな。ニューゲームじゃ。あ、キャンセルボタン押しちゃった。こっちじゃ。あ、これじゃない。キャンセルボタンこれじゃない。ニューゲームじゃ。めっちゃテンション上がってますよ、今。桜が落ちるエフェクト。桜あれますね。花になって、蝶になって、鳥になって、人になって、エクドも、エクドム、最後まで混ぜろ。どうして花は咲くのだろう。必ず枯れてしまうのに。うん、読ませてよ全部。なんで読み寄ったの。幾度も幾度もなんで書いとったの。わからんかった。消えてしまうだけなのに。これ主人公の主人公か、これクロエか。クロエ。これが主人公の女の子クロエですよ。紹介動画でもあげたよね。コンプリート。何がコンプリートなんかわからんけど。なんだ？何？何か始まったぞ。タッチ！タッチ！タッチしちゃった。あー、バッテリーの電池が少ないってこと。コントローラーのバッテリー残量が少ないことがバレてしまった、今ので。今のタッチで。ゲームプレイする前に電池変えときもよかった。変なところを見せてしまった。俺の手元に電池はあるのか。あと、なんだ、この空間は。ああ、おっぱいだ。クロエ視点だな、これは。さては、これクロエ視点だな、主人公の。やばい。いきなりこんな卑猥な発言してるけど、おっぱいでかい。おい、クロエ意外とおっぱいでかいぞ、みんな。これあれやな、過去との回想シーンやな。過去の回想シーンじゃ。ここに車椅子があるってことは、みんな知っている人は知っている。ゆうこだな。ゆうこだったっけ。やばい。あんだけ宣伝動画で祭り上げたのに、キャラクターのお前は全然覚えてないわ。あ、これあれか。動かしてなかったら消えるシステムになるんかって、そういうシステムになっとんじゃこれ。あ、じゃあこれ1号スキャン。ただのイチゴ調べただけなのに、こんなにイチゴについてる情報くれるんやけど。バラかフラガリア族知らねえ。イチゴにそこまで詳しく情報知らんのやけど。いらんのやけど。ああ、操作がおぼつかないんじゃ。プレイして間もないから操作がおぼつかないんじゃ。ああ。取れるんこれ。どれだ。売れてるな。真っ赤だ。あ、やっぱクロエだったわこれ。こんな感じでアクションも追加されとんじゃ、東京クロノスの頃に比べて。オブジェクトって感じで出とんやな、これ触れるやつは。完全にあれがオルゴールやな。電子オルゴール。どれどれ、どこ製とか出てくるんかなこれ。どこ製のオルゴールとか。広告、ここの絵、所有者。あ、所有者が出てくるんじゃ。広告、あ、俺、ゆうことか言おった。バリバリゆうことか言おったわ。広告だったわ。ごめんなさい。マイディアレスの皆さん、ごめんなさい。重要人物の名前忘れてましたわ。ごめんなさい。電子制御のオルゴールやって。電子制御ね。あー、なんか、ボタン押し間違えて、ようメニュー開いてしまうわ。慣れるが必要じゃ。
これはどうしたん？このオルゴールがどうしたんじゃ？取った。なんだろう。寂しい音だ。これはなんだ？コウコとの思い出を振り返って悲しくなってる感じのクロエか？そんな感じなんか？あ、まだオブジェクトの話が。なんだこれは？本。これもコウコのアリアドネ書籍。ギリシャ神話を整理、再編したシリーズものの児童書。第7巻。うわ、結構出しとんな。第7巻結構出しとんな。ジャンプの漫画だったら、3年4年ぐらいかけんかったら、7巻まで出んぞ、お前。英雄テセウスに恋をしたアリアドネは、彼の怪物退治を助ける。ギリシャ神話に抱える。クレタ島のアリアドネの物語の再編。そういうのが流行っとんかな。もう取れる。取った。高校の思い出の品ばっかってことか、これ。高校いちご好きだったんやな。わ、マイディアレストトップの岸上プロデューサーも、なんか実家いちごで、いちごを育ててますみたいなこと言おったな。絶対その部分現れてるわ、これ。ピコーンって言ったね、なんか。パソコンの音もしかして入ったかな。アリアドネ、糸を持って迷宮の出口へと導く美しい娘の物語だ。ありがとう。おお、出た。立体で初めて見たぞ、コウコの姿。おいおい、これまで動画でしか見たことなかったけんさ、平面だったよな。立体コウコ初なんですけど、やったぜ。こっち向いてくれよ。顔を合わせろよ。どこ向いてんだお前は。あ、向けた。目つむってるな。リボンでけえな。リボンでけえな、お前。そんなでかいリボンつけてる人、現実になかなか見かけんぞ、お前。星は永遠に空にあり、はい。花は地上で命を繰り返す。星と花は同じものなの。哲学か。そんな難しい話されても俺深夜やけんな。深夜の頭の鈍い感じでさ、頭は眠ろうとしている状態の時間帯やけんな。そんな哲学の話されても俺全然考えられんけどな。何の話？消えたっていいのよ。うん。美しいと感じた今は終わらないから。うん。種を残して何度でも花は芽吹く。うん。よくわからない。それにクロエ、俺もその通り、よくわからない。星も花もコウコには見えない。盲目って設定だったっけな、コウコ。目の見えない私にもわかるものはある。うん、感じるのは目だけじゃないんだって、そう言いたいんやな。目を閉じて、耳を澄ませて。はい、出てきました。ジブリ来ました。耳を澄ませて。耳を澄ませばジブリ来ました。コウコ多分ジブリのファンですね。数百年前のアニメジブリよ、みたいな。星の歌う声が聞こえない。花のささやく声が聞こえない。そういえば、あ、あ、あって誰かのささき声が聞こえてきますからね、これ。BGM ですけど。花の匂いに包まれて、空の向こうには星がある。うん。コウコ。わ、動きが多いな、これ。こう見たら。東京クロスの時よりもなんか動きが多い感じがするな。進化してるな。二つの星。クロエとコウコがラオスカのごとく二つの星。約束だ。わかった。約束だからな。覚えていてね。ああ。悲しい BGM。弾き語りのような悲しい。切ない感じで冒頭は締めくくられる。あっ、現実に戻ってきた。現代に戻ってきたかな、これ。クロエ、応答を。アオーバー。クロエ、すまない、眠っていた。仲間やな、アオーバーっていう仲間が。見ていたんだ。ああ、なんかこのメッセージどっかで見たことあるな。 PV で流れとったっけな、この夢を見ていたんだってメッセージ。言葉か、セリフ。地球ラボへ集合を。
緊急事態だ。メテオラが。メテオラが？人類の敵が？分かってる。また出てきたってか。不正アクセスがありました。スフィアにアリアドネが追加されました。不正アクセス？スフィアを起動し、修正を確認してください。スフィアを終了するには、あ、こんな感じでソフトが。スフィアを終了とかあるの？なんだこれ。起動。あー、こんな感じで出てくるんじゃ。これか、その、何やったっけ。やばい。やばい、俺、宣伝動画とかさ、紹介動画とか出したのにさ、全然さ、なんか、用語の名前は覚えてないんやけどさ、これは何やったっけ、なんか、デバイスあるんよ。こういう情報をさ、出してくれるような、デバイスあるよ。リブラじゃ。そうそうそう、リブラ、これ、ここにリブラってあるでしょうけどね、人々がね、機械つけてるんですよね。果物を食べた自慢ポラシもう30回は聞いてるな、じいさん。頭いかえてるな、じいさん。入院しろ、じいさん。こういう、あ、これが、この東京区の、アウトデウスでいうツイッター的な感じのやつなんやな。SNS なんやな。これか、あれ。クラウドファンディングで募集されとったやつって。募集されとった SNS のやつって。ってことは、俺の、送ったやつも出とんかな、これ。何送ったっけ。どんな送ったか覚えてないけんさ。あれ、俺どんな送ったっけ。オッケー。何せオッケーじゃ。さあ、行くぜ、ラボ。いつも同じ夢を見る。うん。遠くに行ってしまった人と語らう夢を。そう。この遠くに行ってしまったっていうのがさ、要は、この世から旅立ったっていう意味で。おー、来たー、喧騒。出たわー。クロノス世界ではないな。クロノス世界ではないんやけどさ、なんかね、渋谷。そう、渋谷が舞台なんですよ、これ。こう見たらさ、いろんなさ、ポスターがあって、これ。後々出てくると思うんですけど、歌姫ノアがおって、向こうで何気にバーチャルマーケットを宣伝されております。バーチャルマーケットはバーチャルで行われるマーケットです。名前の通りですね。5がね、確か12月の後半にあるんでね、俺もね、行ってみようかと思います。VR で。家でも VR 繋いで行けますんで。あとは、九条リンゴがいますね。結構、クロノスシリーズの宣伝とかよく動画でやってる。公式の生放送に出ました九条りんごさんがいますね。 VTuber さんですね。あと九条なんとかっていう九条夏目だったっけ、同じなんかラムさんがデザインした VTuber さんがそこにもいますね。いろいろ映ってますね。平和な街を見ているうちに尾を引いていた悪夢の余韻が消えていく。うん、いろんな人がたくさんおって、なんか平和やなって。綺麗にあつらえられた街並み。うん。この今を受け入れてしまえれば、悪夢を見ることはなくなるだろうか。だが、私のリアルは。リアルは。約束か。動きが多いよな。東京クロノスの頃に比べたら動きが多いよな、これ。ああ。黒い。青葉。今すぐブリーフィングをさせてほしい。うわ、ブリーフィングさせてほしいってことで、お前こんなところでブリーフィングさせるんか、お前。あ、向こう側にマッドサイエンティストの女がおるわ。了解した、アーバ。やあやあ、クロエ、ちょうどいい、君も見たまえ。ジュリー、お前太ももめっちゃムチムチやないか。滑らかないい腕だろ。やべえな、その立体感、立体的な見たらさ、その手すげえやべえな、お前。ザ人造人間やないか、お前。何をする。今スタイルいいな、触れられないぞ。スタイルいいな、触れたいような体型してるけどスタイルいいな、お前。なことは分かってるさ。
動作確認の一環だよ。うん、先端にまで疑似神経回路が通ってる。昨日の私はいい仕事をしたもんだね。こいつ的に回したらなんか身の危険感じるな。新ボディは会長だ。おまけに奴らまで現れた。メテオラか。今日はいい日だ。全てがうまく回っているね。ご機嫌で何よりです。どっちでも無頓着、研究員あるある、科学者あるある、昨日だろうか今日だろうかどうでもいいことはどうでもいいタイプの人間だ。お、間に合ったみたいだな。出たらヤマト。ヤマト天凪少尉参上。このセリフも聞いたことあるぞ PV で。10分遅刻だよヤマト。遅刻魔っぽい見た目してるもんな。偏見。いいじゃねえか10分くらい。大事なのはやる気だろ。やる気だけは十分ありそうやもんな。規律だよ。僕らプロメテウスはこの小規模ではあっても一応軍隊組織なんだ。そうなんだよな。メテオラという敵に立ち向かうための軍なんだよな。さて、人類の守護者たるマキアパイロットのお二人さんが揃ったね。ああ、ヤマトと二人乗りのパイ、え、二人乗りなんじゃ。戦いの準備はできてるかい？もちろんだ。任せてくれジュリー博士、とっくに準備万端だ。やばい、ジュリー博士の体型ほんまムチムチでさ、下半身ムチムチですごい認めてしまうんですよ。やる気はいいが撃破するのは禁止だよ。死んだらあいつらかけらも残さず消えちゃうから。いや、生き取りしろってか。おー、科学者は無理難題を言いますね。捕獲して検体を手に入れろ。それが君らの使命だよ。解剖が楽しみでならないよ。ああ。思わず腕を鳴らしたくなってしまう、ね。やべえな。これ間違って撃破されたら解剖されるのは私になるわ。私が解剖される立場になっちゃうわ。少し落ち着いてください。ハンガー。来るのか格納庫。ここ格納庫。作戦の概要を説明するよ。ああ。あ、ブリーティングやるところが。地上に突如出現した敵の個体が地下都市の直上に接近しつつある。うん。ヤマトのアレスマキアは敵正面。アレスマキア。クロエのアルトマキアはそのヤマトの後方に展開。機体の名前じゃ。このゲームロボットもののゲームなんですよ。こうさ、機械に乗って敵と戦うようなそういう場面もあります。展開後、アルトマキアはレールキャノンの射出位置まで前進してくれ。アルトマキア、これがクロエ、主人公クロエの機体の名前、アルトマキアって言うんじゃ。アレスマキアはその援護。アルトともアレスなんじゃな。前進中はメテオラによるアルトマキアへの振動波攻撃が予測される。おお。ソーンウェーブか。直撃するとマキアでも無傷ではいられない。メテオラのソーンウェーブが発射されたらまずアレスマキアが衝撃を与えて威力を減衰。アレス、ああ、ヤマトの出番なんやな。そこ、そしてアルトマキアは当時のミラージェネレーターを起動するんだ。ミラージェネレーター、何ですかそれ。エネルギー変換障壁だな。何それ、すごそう。理解が追いつかないからすごそうって言葉で終わらすよ。あ、こういう展開の仕方してなさいみたいな感じで教えてくれよ。これミラージェネレーターの形成する変換障壁を使えば、はい、メテオラのソーンウェーブを無効化し、さらには反撃に転用することもできる。何、カウンターができるってことね。メテオラにはメテオラのエネルギーを利用した攻撃が最も効果的だ。うん、あ、これもうやり方を教えてくれよんで、これ何気にファイヤーってあるね。そしてメテオラの動きを止め、うん、レールキャノンで打ち出す。レールキャノン、もうおー、ロモやな。ロボットもののロマンやな。レールキャノンとかレールガンとかレベル5やな。射出されたレールキャノンをつかみ取り、うん、撃つことができるのは、うん、あ、私？クロエ、私ですか？
クロエとアルトマキアだけ。ああ、重要な任務ですね、これ。いきなり。分かってる。分かってますか。貫通型電子クラスター弾を使用。うん。敵は一直線にこちらに向かってくると思われるが、うん、今後の行動パターンはまだ予測できない。未知の敵なんやな、やっぱりまだ。心配すんな。クロエは俺がバッチリ守ってやっからさ。おお、ナイトさ、ヤマトナイト、ヤマトナイト。どの口で言うんだい。前の戦闘中に敵電でずっこけ。おお、ちょこちょいだな、ヤマト。大丈夫か。クロエが守る方になるんじゃないのか。なんだ。あ、司令か。この程度の敵に苦戦するようでは我々に未来はない。そうやな。我らプロメテウスの威信を示せ。諸君らには期待している。オールハイルブリタニア。コードギアスやないか。了解しました、司令。うん、じゃあ行ってらっしゃい。行ってきまーす。クロエ、あ、レイヤーレベルを上昇させて。あ、ノアとの疎通が確認できない。ああ、そうだったな。出たな、出るな、これ。こうすればいいんか。星が見えますね。あなたという星が見えますね、歌姫。では行きましょう。アークモアがあなたの夢に矢を放つのはあなたです。まがいものの星を落としに。鐘を鳴らすのはあなたみたいな感じで言ってくれたな。弓を放つのはあなたって和田アキ子やないか。まがいものなのはお前もだろ。クロエ、戦闘中は仲良くね。そうです。このコウコに姿が似てるなと思われましたが、モデルがコウコのこのバーチャルの女の子、歌姫学校のノア。戦闘中もね、 AI として一緒にいてくれますが、コウコの姿をしているこの子ことをクロエはよく思ってません。今の反応で見てもらったら分かる通りですね。あ、いつものようにあなたの手でこの巨神に火を入れて。よっしゃー、インフィニティってやればいいんか。こうすればいいん。インフィニティ、インフィニティタッチ、ホールド、ホールド。あ、左手でやれってか。ごめんなさいね。そして真ん中をダーン。来るぞ。オーセンティケーションコンプリート。R2YN クロエ、シップイレブン、アルトマキア。アルトマキア。来る。起動する。俺のアイキアルトマキナが。マキアとの接続を開始する。お願いします。ミカニリンク起動。動作チェック、両腕をミカニリンクに通してくれ。こうするの。こうか。うわ、接続を確認。良好だ。頭部接続開始。これちょっと俺が動いたらロボットが動く感じになってる。向こう側向いて。これこういう感じの動かし方する。モビルファイターな、モビルファイターな。ジーガンダムに出てくるモビルファイター的なやつな。モビルストレスシステムな。俺の体と連動してるのこのロボット。マジっすか。はい、はい、捧げてください。どうぞやっちゃってください。来るぞ。これコクビートしてんか。容器接敵。メテオ内部に騒音反応を観測。アレスマキア、迎撃用意。どうすればいいですかね。やってくれてる。アレスがやってくれてるやん。ヤマトのアレスが。来るの？ミラージェネレーター。俺がやるのかこれ。これ俺のやるやつだろ。タッチ。タッチして、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 真ん中タッチして、起動。カウンターじゃ、多分カウンターじゃ。防いだ。変化
これをエネルギーに変換しよる感じなんだろうな。でさっきの説明にあった通りこうタッチしておいファイヤーってか、カウンターアロー、光の矢がお前に響く。だろ、俺めっちゃ前進んでる。なんだ、もう一発くれ。仕掛けてくるのが早いね。ヤマト、動けるか。ギリギリ。頼むんだ。うわあ。防御不能を開いてるよ。間に合わない。来るぞ。耐えろ。ああ。レールキャノン射出。クロエ、アシスタンスを掴んで。了解。アシスタンス、これか、これレールキャノンのスイッチなんや。マジでレールキャノンじゃすごい手で持ってる手で持ってる、合体こうツインバスターライフルやツインバスターライフルを装備しとるわ。めっちゃ強い、調整してくれてる。おい、エネルギー充填開始。 120% でトリガーを引いてください。照準補正頼んだ。あ、超えたごめん、 120% って言ってたのに 127% になってる。 7% オーバーしちゃった。ごめんみんな、エネルギー 7% 無駄にしちゃったみんなこの 7% は俺が働いて返すやったーって破壊しとるやないかいやー、捕獲がミッションだろお前バカやろずっこまえてるやんそうなんすか。うん、ドムシやったな、はあ、ミッションドムシだったな全て倒すはいいけど捕獲しろって言われただろお前、命令守れや。ここが現実、私のリアルだ。これがこの世界の現実だというのか。メテオラに破壊し尽くされた地上、あいつのいない地下世界、繰り返される戦い、繰り返される夢、私はいつ解き放たれるのだろう、あの悪夢から。パイロットクロエ、リカバリーモードに移行します。かっこよかったなロボット。なんだこの世界は。なんだ今度は、コウコがおる。え、これってもしかしてメトロラに。やめろ。いや、コウコ、コウコ真っ黒やってる、黒炭浴びてる。返せ。黒炭浴びてる。コウコ連れて行くな。あー、こうしてコウコは帰らぬ人になって、うわー、なんか戦いが始まってる。わあ、なんか進撃の巨人のワンシーンかっていうぐらい手前のやつが巨人、すごいでかいやつおるんやけど、なやあいつ。そしてこれはなんだ、何この巨人。メトラにこんなやつおるん。なんか連れて行ってるし、コウコのこと連れて行っとるし、目型巨人じゃ。なんだあれ、こう手前の巨人なんなん。なんか意味ありそうやな、意味ありげな感じのやつやな。なんかこいつ覚えていてね。コウコやん、コウコやん。
なんじゃあいつ。これは東京クルーの巣でも見たことある展開や。これと画面割れるぞ。サビのところ画面割れるだろこれ。あー画面割れんけど、こういうちゃんと 3D に展開になっていく、めっちゃかっこいいなロボット。やっぱ動きが早いなすごい動きじゃ、動きのレベル上がっとるわ。コウコとクロエがこんな近くにいるが、クロエは、クロエじゃないわ、コウコは散ってしまった。うわぁ、真ん中にさっきの女型巨人おったぞ今。あれなんやねんって感じやけど、コウコのへそ出しが、コウコじゃないわちょいちょいクロエとコウコ間違えるんやけど、クロエのへそ出しがなんかいいなって。おう